柳さんでバニラ歌わせてもらいます。よろしくお願いします。ムービーとかよかったら撮ってね。ね、TikTok よかったら上げてください。よろしくお願いします。ああ、君のこと愛してる。もしかしたら有名になるかもしれない。そんなきっかけを作ってほしいなと思ってるんで、よかったら俺たちのこと覚えて帰ってほしいし、ぜひまたライブに会いに来てほしい。撮れた？いけたか？ありがとうね。気をつけて。よかったら皆さん下寂しいで降りてきてくださいね。お待ちしてます。よろしくお願いします。居心地のいい嘘だらけの世界に愛してる全てを南方駅から徒歩4分ライブバー D3、 俺たちのバンドで1時間2時間たっぷり歌うから会いに来てほしいなと思ってます。俺たちのバンドのグラノーラを見に来てほしいです。そして10月29日が終わったら1月9日にアメ村ファンジェットワイズで300人のワンマンライブに向けて頑張ってます。無名の俺たちが300人叶えるのは難しいけど、あなたが来てくれたら夢が叶うかもしれない。だからよかったら1月9日今のうちにスケジュールグラノーラ、ぜひ2時間だけお時間ください。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はですね、チケットを10枚売れるようにと思ってチケット10枚って書いてここに売ってます。今のところ2枚売れましたけど、まだまだよかったらね、今日1日まだまだ続くんで歌い続けてちょっとでも知ってもらえたらなと、そんな風に思いますんでね、ちょっとでも聞いてってくださいね。こうやって出会えたのも何かのご縁だと思ってます。歌ってなかったら多分立ち止まってもらってなかったんじゃないかなって思ったりするんで、こういったちょっとしたきっかけで今日だけじゃなくてつながっていただけたら何よりです。名前はグラノーラって言います。 YouTube で朝日が昇るグラノーラ、朝日が昇るグラノーラって YouTube よかったら忘れんうちに検索してみてください。そしてインスタ、ツイッター、TikTokそれぞれフォローしてもらえたらめちゃくちゃ嬉しいんで、つながっていってください。
今日出会えた糸をつなぎ合わせていきましょうよ。なぜめくり合うのかを、私たちは何も知らない。いつめくり合うのかを、私たちはいつも知らない。どこにいたの、生きてきたの、遠い空の下、二つの物語。縦の糸はあなた、横の糸は私、下に聞いててくださいね。ゆっくりね、下に来てくれたらちょっと嬉しいです。よろしくどうぞ。よろしくお願いします。 YouTube で朝日が昇る、朝日が昇るグラノーラで検索してくださいね。そして今日出会えたことが何よりも、これからのね、明日明後日からグラノーラとはもう知り合いですから、またどこかでお会いできたら嬉しいです。こんな俺たちのことをよかったら知っててください。この QR コードよかったらカメラ機能で撮っててください。縦の糸はで聞いてくれてありがとうございます。ちょっとでも時間あったら下で降りてきて一緒に音楽楽しててください。名前はグラノーラって言います。 YouTube で朝日が昇るグラノーラ、これだけ忘れんといてくれたら絶対どっかでつながるから、朝日が昇るグラノーラ忘れんうちに検索してください。今私たちらしい俺たちのホームページにつながるんで、このホームページにつながっといてくれたら、インスタ、ツイッター、TikTok 公式 LINE もやってます。よかったらそれぞれつながっていってください。